さんはい、中央からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは辺境カメラマンの残間正幸さんです。残間正幸です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、残間さんが札幌市中央区で一人暮らしをされているオフィス兼ご自宅、はい、こちらへお邪魔いたしました。小耳に挟んだ情報によりますと、一人暮らしにはあるまじきとても綺麗に暮らしてらっしゃるという噂をフェイスブックで見ましたけど、本当綺麗に暮らしてらっしゃいますね。そうです、何もない。いやいや、でもおしゃれで所々ちゃんとこう飾ってですね、ちゃんとなんかアウトドアな手作り感満載で、そうすごいですね。いや、これはね、一人暮らしでしょ、はい、寂しくなっちゃ嫌だよね。だからもう自分の好きなものだけでね、はい、もうなんかほかほかするようにね、一応やってるんだよね。特にキッチンが自慢の手作りキッチンが、そう、素敵です。かっこいいでしょ。お料理するんですか。かなりする。本当ですか。趣味一番だったらね、料理だ。へえ。だからよくダッチオーブン、ただ料理の本を一度出したことあるくらいだ。本当に。そう、アウトドアクッキングの、あ、そうか。後ほどまた出てきますが、釣りをされますのでね、はい、お魚料理なんかお手の物かもしれないですね。そう、まあ、やっぱりね、釣りってね、釣るのも楽しいけど、はい、やっぱり最後までね、料理して二度楽しめるよね。釣って楽しい、食べて楽しい。男性としてのポイントが上がったと思います、はい、今の素敵です。いやいやいや、募集してます。残間さんはですね、北海道の楽しい100人先日ね、行われました、はい、その時に一緒にスピーカーで出たスピーカー仲間というと、はい、あ、そうですね、はい、とっても素敵な方でしたので、はい、今日は私からのラブコールでご出演が叶いました。どんなライフストーリーなんでしょうか。3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワードこちらになります。じゃん。カメラで食べていくために秘境の釣り師になる。はい。プラスマイナスゼロで終わりたいと思う。暮らしを楽しむ、暮らしを遊ぶ。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめに、カメラを食べていくために秘境の釣り師になるっていう、ここから伺っていきたいんですが、学生時代はジャーナリスト志望だった。そうですよ、だから写真学校とね、はい、法律とね、両方学んだんだけどね、だけど途中ものになんなかった。いやいやいや、な普通の日中は大学行って、はい、夜間でカメラの専門学校に通って写真の技術を身につけてということなんですけど、はいはい、若い頃ね、航空写真も撮ってたって聞きました。そうです。アルバイトでね、ものすごい効率がいいんですよね、セスナに乗ってね、1時間だいたいセスナってのは3時間くらいしか飛べないんですけど、はい、1時間くらいでこう、なんて別荘地とかゴルフ場とか、そういうのをバーッとこう航空写真を撮るんですよね。で、朝1時間か2時間仕事をすれば、はい、ものすごく給料が危険ですからね。なんだその当時って言ったらあれですけれども、なんだ70年代ぐらい、70年、ね、その頃だったら、まあ、航空写真だってまだまだね、珍しい、まだまだ、そう、今みたいじゃないでしょうから、カメラももうそんなにね、大型カメラなんですよ。だからこう、あんばこですね、昔の。宮井社員とか撮るんですよ、はいはいはい、あれと同じようなんでね、1枚ずつホルダーっていうので、フィルムを入れるんですよ、ね。腕にこう技術をつけて、テレビ局に入るんですもんね。そうなんです、だからその当時はね、僕は、言ってもいいのかどうか分かんないけど、JOCX ですね、フジテレビってやつですね、はい、そこに入ったんですよね。はあ、素晴らしい。いや、いいじゃないですか、でもね、テレビ局。その頃はね、母とこのフジテレビって言われて、歌番組ばっかりなんですよね。で、僕がやりたいのはジャーナリストですからね。なるほど、ジャーナリスト志望ですから。そう、報道です、報道。そう、ああ、ところが毎日こう仕事はね、歌番組ばっかりなんですよ。いや、私は好きだけどな。いやいやいや、ダメですか。だって家族揃って歌合戦とかね、大好き。で、3時のあなたとかね、いいですね、昔、リビングイレブンなんか、あ、いい、懐かしいね、そう、それと、はい、あ、でもその当時からね、スター戦一夜、
あれもある。いいじゃないですか。でも好きなのばっかり。いやいやいや、そこにはジャーナリストとしてね、命をかけてね、世界のなんか窮状を訴えるような、なかったんですよね。なかったからね、結構ね、あのとっととやめてしまったんです。とっととです。早めにやめてしまって、はい、で今度カメラで食べていこうとしたら、はい、なんかちょっと人と変わったことをやらなきゃいけません。そうです ねやっぱりね、うん、僕は最初はね、あのやめた後にね、一、うん、回半年、うん、世界中こう旅歩いたんです。最初ロンドンに飛んで、はい、そこから今度陸路をですね、ずっとインドまで。だから昔のそのなんていうの、貧乏旅行者ですね。半年かけて陸路ずっとね、もう1日1ドルの旅をしてたんです、はい、でそれでまた日本に戻ってきたんですよね、はい、でその後、まあコマーシャルの仕事をしながらね、あのコマーシャルだってだから商品売りですね、はい、モデルを取ったりね、ウイスキーを取ったりして、稼いでは全部それを海外の辺境地を取材してあるって言ったんですよ。でいろんな暮らしあるでしょ、世界中って、はい、だからもうなんていうの、価値観も違うしね、文化も違うし、はい、でもそういういろんな国のいろんな暮らしを見て歩いてたんですよね。それでこう民族写真っていうか、そっちのジャンルもね、 その時にきっと。そうです。はい、だけどなかなかそれで生活できない、残念ながら。残念ながら。でもこら困ったら、ずっと投資してるわけいかないじゃないですか。そうですね。どうしましょうかね。いやそれで、はい、あ僕って他に才能が一つあったんです、うん、それは釣りだったんです。釣りが好きだったんです。そうです、はい、それもフライフィッシングっていうね、まあ西洋毛針釣りですね。うん、そのフライフィッシングが好きで、うん、であこれはフライフィッシングで世界中、はい、だってあの魚釣りって人が行ったことのないところって魚すごい釣れるんだよね。ああそうなんですか。要するに秘境へ行けば行くほど、はい、だって釣り人見たことないし、なるほど、す、うんうん、れてないんですね。うん、だから、うん、結局ね、うん、その僕は辺境地を取材したい、はい、でもそこへ行くには釣り竿を持って行けば、はい、両方でしょ。そうですね、釣り人を見たことない魚がもういっぱいいるんですよ。うんうんうん、自然もいっぱい残ってるし、一挙両得のところでしょ。だからオイラ食べていくために辺境、あ秘境の釣り師になろうというふうに決めまして、 そういうとこばっかり行ったらしいんですよ。いやすごいです。僕いろんなね、日本記録いっぱい持ってるんですよ。例えばどんなとこ行って何釣りました？うん、まあ一番そう僕はセンセーショナルだなって自分で勝手に言ってるのはあのパキスタンのねヒマラヤ、要するにヒンズークシュって、まあ、8000メートルの山がずっと連なってるとこあるんですね、そこの氷河湖まで一人で釣り行っちゃう。うん、へえ、まあ、そこ7回も釣り行っちゃったんですよね。うん、そこ一人でリュック背負ってね、うん、で3400メートルぐらいまでトボ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 行くんです。へえ、でこんな魚を一匹釣るためにね、うん、それは結構だってヒマラヤで釣りするバカな人いない。そんな日本人珍しい。珍しいですね。え、うん、だからもうやっぱバカは高いところが好きだっていうけど、僕の場合は4200メートル、それはあの南米のね、あの要するになんていうの、南ペルーのちょっと山の上なんですけどね、うん、アンデスに、はい、やっぱそこも釣り行っちゃったんです。へえ、すごかったです。なんかあのフェイスブックのテンプレートですっごいでっかい魚を取って、あれ何でしたっけ？あれピラルク、アマゾンの、ね、アマゾン、うん、もうね古代魚ですね、はい、あれもなかなかね釣るの大変なんですよ。いやもうほとんどそれも毛針で釣るって。毛針で釣ってんですか？そうそうそう、まあ、自分で作ったやつでね釣るんですけど、あれはあの日本では初めて、いや世界で2番目だ。世界で2番目もう一人いましたか？もうオランダ人がね、うん、僕のさ前にね、フライで釣っちゃったんだよね、それでなんか世界一だったんだけどね。なんかそれが何でしたっけ、うん、開口健さんが、たけしさんが、ええ、あの絶対釣れないって言ってた魚で、そうそう、それでこう挑戦したくなったっておっしゃるんですよね。やっぱりね、子供の頃の夢じゃないけど、小さいっていうか、まあ、あのずっと開口さんの本を読んでてね、はいはい、で釣れないって言われると釣りたくなるじゃないですか。うん、確かに、うん、まあ、別にライバルでも何でもなくても、うん、まあ、釣れないって断言されたらね、やっぱ挑戦しないわけにはいかない、まあ、特にほら秘境の釣り師ですからね。秘境の釣り師ですか？だからもうニューギニア行ったりね、いやひどいとこばっかり行きました。
そうなんですって。なので現在はそういう時の経験を生かして文章を書いたり、はい、その時の写真でトークショーしたりということで大変人気の作家さんでいらっしゃいます。ざんまさん、はい、今札幌に在住ということなんですが、はい、じゃあなんで今札幌にお住まいなのというところを2つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、2つ目こちらになります。じゃん、